ご出席の皆さん、アジア各国から政治、経済、学問の分野で活躍しておられるリーダーをお迎えをして、アジアの将来について議論する場でお話をする機会をいただき、大変嬉しく光栄に思っています。昨年の11月、APEC 首脳会合が開催されましたシンガポールで、私は東アジア共同体構想、すなわち 開かれた地域協力の原則に基づく EPA の拡大、環境問題の克服と持続的成長、防災・医療、あるいは海賊対策や海難救助といった分野での協力を提案いたしました。本日はそれらに共通する人的な協力と文化の面での協力に焦点を当ててお話をさせていただきたいと思います。私にとって 初めての外国人の親友は高校時代のインドネシア出身のアグス・ソレワ君でした外交官のお父様と共に来日したアグス君とはこの会場から大体 5, キメ5キロメートルほどにある小石川高校で同級生でした花形サッカープレーヤーで全校的な人気者でした高校卒業後に母国に戻った アグス君は通信関係の事業を起こしてインドネシアを中心に活躍されていますが彼との友情は今でも変わりません2004年12月のスマトラ沖での巨大地震から間もないある日アグス君から一本の電話がありました「雪男この地震がどれだけの被害をもたらしたかこの天才の大きさを自分の目で確かめてくれ」 当時私は影の外務大臣として親友の依頼に早速インドネシアに飛びました彼の案内で訪れたバンダーチェはほとんど人気のない死の町と化していました惨状にショックを受けた私は帰国後さまざまな救済策を政府に要望しそのいくつかは実施をされましたもちろん 災害復旧や救援にに関すするる協力が個人的なな友情ののみに依存するものであってはなりませんしかし、同時にやはり、こういった危機的状況にあっては、個人的なつながり、海をまたいだ長年の交友のような人的信頼こそが、危機や苦難に立ち向かう協力の礎になる私は、アグス君との強い絆を通じて、このことを痛感したのです。 スマトラ沖地震を遡ること約10年阪神・淡路大震災は6,400名を超える方々が犠牲となる大惨事でした神戸は私の妻の故郷でもあり多くの友人親戚も住むこの地域が受けた打撃は個人的にもとてもつらいものでしたしかしこの災害が救援復旧活動を通じて 日本人の連帯感を強め日本に数多くの NPO を生み育てる大きな契機になったことも事実です同時に世界中から中くアジアの近隣諸国から多くの支援や現地における救援への応援をいただいたことを日本はそして私は決して忘れることはありません 東アジアの多くの国々と地域は地震の群発体を抱えるほか台風など災害の多い地域ですまたアジアの多くの国々は未だ十分な保健衛生体制を構築できていませんし新型の感染症の危険は国境を越えた共通の脅威ですこうした問題への対処一つととっても近隣諸国間の協力関係は 可決です日本のことわざに遠くの親戚よりも近くの他人というものがありますが近隣に親友がいればこれほど心強いものはありません大規模災害や新型感染症など命に関わる脅威に関して私たちは文字通り同じ船に乗っているのです我々東アジア人にとって今こそ 目先の利害や打算を超えた真の友情を取り結ぶべき時が来たのではないでしょうかアグス君と私のように多感な青春時代に肩書きなしに同じ学生という立場で共に学び活動した友人を思い浮かべることができる国についてはその国全体の捉え方も全く変わります。それが隣の国 さらにその向こうの国へと連なっていくことで人々の信頼や共感の輪が広がり地域共同体の基礎が築かれるのではないでしょうかこれが私が提案する東アジア共同体構想の原点です人と人との血の通った交流があってこそ命の共同体が育まれるのです東アジアジは 欧州とは様相を異にし多様な宗教や文化が存在し経済的発展段階もまちまちです多くの地域が海で隔てられているため移動も容易ではないそういったことを理由に東アジア共同体構想など実現不可能だとする意見もあるようですしかし果たしてそうでしょうか国境を越えた 共同体の根幹は人と人との交流若者と若者の掛け根なしの交流にあると信じることは無双にすぎないのでしょうか今年奈良に首都平城京が置かれてちょうど1300年になります奈良とアジアのつながりという意味でのナルイジアという造語をキャッチフレーズにした記念事業が年間を通じて 大規模にままれます。平城京はシルクロードの終点として中国インドからギリシャやオリエント地域までの文化が伝えられた文明の博物館でした中国から伝わった漢字に基づいて万葉仮名が草案されたのもこの時代ですユーラシア大陸の各地から伝来した文物を基礎としながら我々は 独自の日本文化をししてきましたその後も例えば鎌倉時代には南宋の文明を授与しまた近代以降は和魂要塞という言葉の通り西洋の文化も取り込んで我が国独自の文化が育まれました日本の文化は独特であり誇るべきものでありますが元をたどれば海を渡って伝わってきた世界中の英知 とりわけアジア各国の文化にそのルーツを見いだすことができるのです。1,300年前、あるいはそれ以前から朝鮮半島、中国、東南アジア、さらには南洋ポリネシアからこの小さな島国を目指して多くの若者が夢を求め希望を持って時に荒れ狂うアジアの海を手コぎの船や小さな帆船で 文字通り命がけで渡ってきました彼らはよちよきちあるきだった日本国の新しい国づくりに参加をし我々の文化の基礎を築いてくれました私は東アジアの海を争いの海にしてしまったこの100年の不幸な歴史は二度と繰り返してはならないと固く信じています歴史をさらに数百年 千年の単位で遡ればこの海は知恵や技術を伝えまた人材の交流を取り持って東アジアに豊かな文化を発展させてきた実りの海でもあったことがわかります海は言語の違いや宗教の対立を生み出すのではなくこうした差異を融合させて相互に発展する礎でもありました そうでなければこの地域に暮らす多くの人々がアジア人としての自覚を有することもこのフォーラムが継続的にこれほど盛大に開催されることもなかったでしょうアジアの東端の日本の歴史から見てもまた他の東アジア諸国から見ても東アジアは文化融合体なのですアアジア人の、 特徴の一つは、西洋的な二元論とは異なり、自分と他者、人間と自然との違いを対立的に認識するのではなく、それらの同一性に重きを置く点にあると私は考えています。こうした特徴をさらに増進し、相手の文化をお互いが積極的に評価し、学び合う姿勢を、未来の東アジアを担う若者たちが身につけていくためには、 私が高校で経験をし、実感したように、共通の教育の場が必要となり、それが文化の共同体の出発点ともなるはずであります。そのためには、我が国自らが克服すべきも課題も多くあります。私が米国留学から戻り、東京工業大学で助手を始めたとき、同じ研究室の唯一の留学生で、 カンボジア人の学生がいましたポルポト派に両親を殺害され身一つで来日し博士号を取得して母国に貢献する夢を持っていました私も彼の希望に少しでも貢献できればと研究のお手伝いをしましたが彼の前には語学と経済の壁が立ちはだかっており彼は苦難の中で研究を続行していました その後私も研究室を離れたため残念ながら彼が初期の目的を達することができたかどうかよくわかりませんいずれの国でも研究生活は厳しいものですが日本という国が十分な日本語教育のサポートをしていたならそしてしっかりとした奨学金制度を有していたならば彼のような潜在能力のある学生をこの国の中で 第一線の研究者として育て上げることができたのではないか。そのことは、34年を経た今日も私の心の中に一つのわだかまりとなって残っています。私は、今年1月の国会における施政方針演説の中で、我が国として今後5年間でアジア各国を中心に10万人を超える青少年を日本に招く、 プロジェクトを表明いたしました。ししまその背景には、崇高な夢を抱いて、優位なアジアの学生が日本に研鑽の場を求めるならば、経済や語学の壁でその意欲を断念させたくない、二度と自分が助手時代に経験した無力感や悔しさを繰り返したくないという気持ちがあることは確かです。しかしそれは、決して個人的な感情ではなく、 日本が国としてのありようとして偏見なナショナリズムに出することなく国を開き世界からことにアジアの国々から多くの人材を受け入れそしてそうしたアジアの同胞にできる限りの友情と思いやりを持って接したいそして互いに学び合い切磋琢磨しながら活力ある未来の日本を そしてアジアを作っていきたいという思いからの政策です。日本の若者がアジアに渡り友情を育むチャンスを与えることも必要です。そこで多種多様のアジアの言語を学べる機会を抜本的に増やす支援も講じていきます。近く、東京大学、ソウル大学、北京大学で単位交換の取り組みが始まりますし、その後も、 続々と同様の連携が続く予定ですこうした人材交流の取り組みを広げていくことでアジアの多様性を強みに変えることができると信じています優れた人材を共有し地域の競争力強化につなげるだけではなく同じアジアに暮らす人間としての連帯意識共同体意識を創造していこうではありませんか 文化の共同体の舞台は教育の場だけに限りません。我が国では戦後間もなくより都道府県が周り持ちで全国単位のスポーツ大会や芸術の祭典を主催してきました。開催県でのスポーツ文化施設の整備など地域振興を図る目的もありましたが何よりも大きな成果は毎年全国の選手やアーティスト観客が 開催地の自然や文化に触れ多様な国土と風土を体感しまた共に協議し活動することで一体感を得る機会になったことですこの経験を東アジアでも展開できないでしょうか例えば毎年持ち回りでアジアの芸術都市を定めそこでさまざまな文化活動芸術活動を催し東アジアの多くの方の参加を仰ぐ そんなプロジェクトを展開できないかとここに提案をいたします。芸術創造都市で多様性の発揮と融合を積み重ねることで文化の共同体の基礎を作ることができると思うのです。最初の東アジア芸術創造都市が近いうちに誕生するよう我が国は先頭に立って支援をするつもりです。私は 現在の政権が内外の課題に取り組む際のキーワードとして、開くという言葉を常に掲げてまいりました。間を開く、すなわち官僚が独占してきた意思決定の過程をオープン化する、あるいは各種の規制を民間の目で抜本的に見直す、地方政府が担ってきた権限や財源を地方に移すといった活動を推進していきます。 同時に第のの開国もうう度日本ををくということいいこ重要性を訴えていますアジア全域から活発な対日投資が行われ国境を越えた事業活動の拠点をこの国に誘致していくために税制の在り方はいかにあるべきか港湾や空港といった施設の機能をどう向上させるべきか。 国の経済を開くための議論を活発化させ行動に移していかなければならないのですそうした観点から韓国や中国インドそして歴史的に自由貿易協定や経済連携協定に積極的に取り組んでこられた ASEAN 諸国を中心とする東アジア諸国との間で思い切った貿易の自由化と経済連携を進めていくことを 決意いたたししましたその際、企業活動も含め、才能豊かな人材に日本で活動していただく上では、何より生活環境を魅力あるものにしなければなりません。住み慣れた母国から別の国に移るとき、まず心配になるのは、病気や事故が生じたときに、安心して言葉が通じる医療機関があるかです。 各地域言語の医療通訳を増やすことが必要です。外国人の看護師の受け入れを拡充するとともに、こうした方々に、外国から日本に来られる方に対しても、母国語を話す看護師としてサポートいただけるように配慮する。外国人の家族の方々が安心して教育を受けられるよう、国内での教育施設の整備、 日本語教育機関の充実を加速するとともに、依然不十分な交通標識や案内板の配慮も必要でしょう、命に関わる国内環境の整備、そして生活面や各種社会制度面でさらに国を開くための制度改革は、貿易の自由化などの経済的な施策と同様に、いや、場合によってはそれ以上に重要なのです。 世界の GDP の2割を生み出す規模にまで発展した東アジア地域は、自らの持続的発展のためにも、またその経済的規模にふさわしい地,地球環境への貢献という意味でも、地球環境の保全と持続的成長の両立の新たなモデルを世界に向けて提示することが必要です。同じアジア太平洋地域内に、 温室効果ガスの排出がこのまま増加すれば水没の恐れさえある地域が存在していることを謙虚に受け止め、まずは日中間が中核となって、環境やエネルギー分野でのイノベーション創出に向けての取り組みを強化するとともに、環境問題についての東アジアイニシアティブを世界に向けて発信すべき時だと考えています。 台風や地震、津波などの自然災害は広い地域にわたって発生する可能性があり各国が入手する情報を統合して共有することが何よりも大事です。そこで私は各国共同の衛星観測システムの構築を提言いたします災害状況の把握を飛躍的に向上させ支援活動に役立てることに加えて 取得した情報を解析して農産物の収量予測や自然環境の監視を行い食料問題や地球規模の環境破壊といった共通課題を解消することにも役立てることができます海でつながってきた東アジアを先端的な技術を活用し空すなわち宇宙からつなぐのです核の脅威も アアジアが抱える大きな課題です先月、ワシントンで開催された核セキュリティサミットにおいて、私は東アジアから核の脅威を取り除くための人材育成や訓練を実施する総合支援センターの設置を提案いたしました。核の悲惨さを心に刻み、これを抑止する決意を広げていきたい。唯一の 戦争被爆国としての切実な願いです。ここまで申し上げてまいりましたように、これから進める東アジア共同体構想は、従来の各種の地域共同体とは、一味も二味も異なる、新しい夢のある特徴を持つべきものだと考えます。現在の欧州連合の起点は、1952年に、 6カ国で設立された欧州石炭鉄鋼共同体に求めることができます20世紀は大規模な破壊を伴う大きな戦争に襲われそこからの復興にあたっては物の豊かさの実現が欠かせませんでした石炭や鉄といった資源・材料の共有を目的に設置された共同体が通貨や 外交政策まで共有する連合に発展しこれが20世紀の地域共同体のモデルになりました欧州の経験には大いに勇気づけられる点がありますかの地でも最初から欧州連合をつくろうという合意が成り立っていたのではありません60年前の石炭鉄鋼共同体の設置に始まり経済やエネルギー 政治に関する同盟関係が参加国の一部を重複させながら並行して設立されこれらの取り組みを統合する形で欧州連合が設立されていきましたですから東アジアでも具体的な課題ごとにお互いのアイデアを積み重ねていけば共同体を築くことは可能だと思っていますでは私たちはどこから 歩みを始めるべきでしょうか私は今日本に新しい政治をもたらすスローガンの一つとしてコンクリートから人へを訴えています前の世紀がものの豊かさを追求する時代であったならば21世紀は人材文化知恵が豊かさの基盤としてますます求められることになるでしょうアジアにおける 地域共同体の柱も石炭や鉄から始まるものの取引の自由化の拡大に加えてサービスの自由化や制度の調和さらには文化や芸術科学や思想哲学などをめぐる人の交流にその重点を移す時代が来ているのではないでしょうか東アジアにおいて FTAEPA の積極的に推進をすることはもちろん 映画や音楽演劇や美術ファッションなど幅広い文化や芸術さらには科学や思想哲学の交流から始まる新時代の共同体をアジアに作りそれをさらに世界に広げていきたいそのように私は考えています今こそいさかいの海を導いた過去を乗り越え北条の海 友愛の海に共存する繁栄の歴史を紡ぐ航海へと旅立とうではありませんかかつて大きな希望と勇気を持って海を渡り我が国の国づくりに力を貸してくださった若者たちその若者たちの希望に私たちも思いを馳せてみませんか目の前には大きな海 未知の水平線が広がっていますさまざまな困難があるでしょう荒波に現れることもあるやもしれませんしかし私たちはこの海に乗り出していかなければならないのですそしてまさに3月26日に発生した韓国の哨戒艦の沈没について北朝鮮の魚雷によるものであるとの調査結果が 本日の午前、韓国において発表されました。北朝鮮の行動は許しがたいものであり、国際社会とともに強く非難をいたします。日本は韓国を支持し、米国はもとより関係各国の国々と連携を取って、国際社会全体としてこの問題に対処して、 行きたいいと考えていますこうした困難と荒波があろうとも私たちはそれを乗り越えてこの海を漕ぎゆかねばなりませんそうした航海にあたって確固たる日米同盟が起訴をなさねばならないことは言うまでもないことでありますシルクロードの終点に位置して 恵みの海の恩恵を最も享受して栄えた我が国が東アジアにおけるこの新たな取り組みの門出に尽力をすることはこの地域への1000年分以上の感謝の気持ちを込めて取り組むべきご恩返しでもございます私は日本国内閣総理大臣として 東アジアジ共同体に向けての筋道を一歩一歩確実なものにしていくことをここにお約束したいと思いますそのためにもこの会議が大きな成果をあげましたことをお祝いを申し上げそのことを改めてお祈りを申し上げますご清聴誠にありがとうございました